愛媛市から、移籍してきました背番号3ディフェンダー大賢治です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ポジションはどこでしょう。ポジションはディフェンダーです。ではじゃあそうですね、プレーのセールスポイントを教えてください。1対1のディフェンス と、ビルドアップの時のボール回し組み立てが自分の売りだと思ってます。はい、そうですね、この前ツイッターで質問を募集したんですけども、はい、その中からいくつか質問したいと思います。はい、ではまず一つ目、富山に来て驚いたことを教えてください。今まで雪が積もってるところで生活したことがないので、雪の積もり具合にびっくりしました。だけ、はい、だけ、ぜひとも本音を聞き出してくださいって、はい、だけ書いてるけど、まああまり出歩いてないのでよくはまだわからないです。あとはまあ山というか景色がすごい綺麗だなと思いました。嫌いなもの、苦手なものはありますか。それは食べ物とかでもいいですか。ですね、何でも多分大丈夫だと思います。嫌いなものはレバーとか梅干しとかそういうのが嫌いです。あとじゃあ最後に一つぐらい、サッカーをしていて楽しいな、面白いなと思う瞬間をお願いします。まあやっぱり相手の逆をついた時とか騙せた時もそうですし、まあ、試合に勝った時がやっぱり一番楽しいし、やっててよかったと思います。なるほど、では最後に、応援してくれているファン、サポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、今年1年、富山が J3 に優勝して J2 に昇格できるよう、選手も、ファンサポーターもスタッフも富山に関わる人が一丸となって、全員が笑顔で終われるように、そういったプレーを見せたいと思いますので、たくさんの人にスタジアムに足を運んで応援してほしいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。さようなら、バイバイ。はい、今シーズン徳島ブルッツより期限付き移籍で加入しました久保田亮です。背番号は8番、ポジションはミッドフィルダーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。では早速質問していきましょう。小山さん、お願いします。そうですね、ファンサポーターからいくつか、はい、もらってるんで、はい、聞きたいと思います。はい、じゃあまずどんどんいきましょう。はい、軽いのからいきましょうかな。はい、好きな歌もしくは気分を上げるときに聴く曲、アーティストはいますか、教えてください。教えてあげてください。長渕剛さんの歌をよく聴きます。長渕剛、はい、試合前には特にズバリ長渕さんの曲でおすすめというか好きな。おすすめですか、意外にラブソングなんですけど、 I love you っていう曲がすごい響きますね。なるほど、はい、聴いてみてください。はい、わかりました。わかりました。ではまあそうですね、好きなサッカー選手は、好きなサッカー選手は、うん、J リーグで言ったらやっぱり中村俊輔選手が、同じ左利きとしてすごい憧れですね。対戦したことはありますか。いや、練習試合では1回あるんですけど、はい、まあ、その時もやっぱりすごい上手くて、改めてかっこいいなと思いました。なるほど、どんどんいきましょう。はい、でちょっと考えてほしいんですけど、先輩の〇〇選手のここがすごいみたいな、まあサッカーでもプライベートでもいいんですけど、あれはカタールに来てまだ1ヶ月経ってないのに、カタールじゃなくてもいいんかな。〇〇選手のここがすごい、まあ、じゃあ先輩じゃなくてもいいかな、後輩とかでもいいかな、別にプライベートでもいいんですよね。うん、いやまあじゃあちょっと同部屋ってこともあって、はい、同部屋の三上選手なんですけど、はい、まあ、一応1個下の後輩なんですけど、はい、敬語も使わず、はい、使わず散らかす、僕が寝てんのに
電気をつけてテレビをつけるそういった図太い神経がすごい、あーあーなるほどね、すごいねすごいね。じゃあそうだね、最後ぐらいにしましょうか。ラストぐらいにしますか。はい、はい、サッカーをしていて楽しいな、面白いなと思う瞬間を教えてください。やっぱりゴール決まってチームメイトと喜んだり、試合勝ってチームメイトと喜んだりっていう、こうみんなで頑張った結果勝利した瞬間にみんなで喜びを分かち合える瞬間っていうのは、やっぱりやっててよかったなっていうふうに思うし、最高の瞬間ですね。はい、じゃあ最後にカタール富山のファンサポーターの皆さんに一言よろしくお願いします。常に全力で戦って J2 昇格を目指すんで、皆さんも一緒に戦ってみんなで J2 に行きましょう。応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。